あえてはテキスト開いて今回の、まあ、授業の方を始めていきます。うん、でまあ1行目から英語読んでいきましょう。 Hi, when I was a child、私が子供だった時、この時点でどれだけのことに気づいていますか。大学受験、ここが大事です、ね、When I was a child ってことは私が子供だった時から始まってるんだから、この文章途中で大人になってからのことを話し始めるパターンがありますよね。その時、子供時代と大人になってからというのはもちろん対立する関係になります。そういうところが読めてるかどうかを連中は解いてきますよ。連中ってのは早稲田ね、これ大事なわけでございます。あるいは二段落もそうですよ、ありますね、ここ、はい、In my opinion、ね、私の意見ではという文化、ね、ここの奥から始まりますが、私の意見では、In my opinion って言うってことは、つまり、In your opinion、あなたの意見とか、In their opinion、彼らの意見とか、いろんなこう他の意見があり得る中での In my opinion なんだってことは読み取れますか、うん、そういうふうなことを連中通ってきますよ。連中ってのは早稲田ね。そこ死後してる連中、静かに、連中ってのは早稲田だ。で、まあ、話戻すところからだ。In my opinion か、そう、In my opinion、私の意見があるってことは、In your opinion、あなたの意見とか、In their opinion、連中の意見ってのがあるわけでしょ。連中ってのは早稲田だよ。結構ね、そこ死後うるさい連中、早稲田、しっかりしろ。ということで、まあ、今日の授業ここまででいいかな。はい、じゃあ、今回の英文出てきた重要単語の方を確認していきます。コミュニティ、連中、早稲田ですね。グループ、早稲田ですね。連中だから早稲田。連中は全部早稲田ってことですよ。全員連中早稲田。早稲田ってことですよ。ジャパニーズ、連中だから早稲田。全部、カナディアンとかも全部早稲田。全部早稲田。はい、ということで、今回の授業終わります。何か質問とかあれば、先生の方まで聞いてきてください。以上です。うん、どうした？うん。和訳見てほしい。はい。もう教えた通りできてるけどさ、これなんでもね、日本語として読んだときにさ、この、早稲田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 ってなってる。